No question. またお客さんだ。今日は私の誕生日だったっけ？99本酒瓶並べて99本の酒瓶だ。一本ガブガブ飲み干せば84本の酒瓶だ。ちょっと待ってね。あれいますね。ボルト大学の人かな、もしかしたら。これでここでぬか社員作ってるな、これな。おい、ちょっとビブやめて。あれ、ここでもしかしてぬか社員作られてる方ですか。ちょっとなんか背中に、あ、ぬか社員作られてる方だね。ほら、背中に背負ってるもん、ぬかの。あ、消えた。え、いい、見えてますよ。見えてますよ。あれ、見つかっちゃまずかったのかな。やっぱり密造酒作ってるからね。やっぱりちょっとあんまりね、その表だって言えるもんじゃないじゃない。なるほどね。見なかったことに しとくか。見なかったことにもう立ち去ってしまったのか。それではリベレーターを捕まえてこよう。気をつけて。ここの人間はスコーチビーストをとても恐れてるわ。でも私にとっては巨大な醜い引き返る。うぎ。君もロボットに詳しいのかな。君もロボットに詳しいのかな。なにジェンと知り合いなの君は。ジェンのことずっと見てるけど。ただジェンは君のこと、あ、見た。開口したね、ジェンと。ページは古風で頭が硬いわ。塚さんはどうすんのそれ。見てるよ、ジェンは見てるよ。ほらもうちょっと見ないでよな。あ、え、あ。揃っちゃった。あー、これ塚さんやばいんじゃないの。これ三角関係が笑ってんじゃねえよ。なんで、あ、また顔面、顔面面白い女、なんでお前ここにいんだよ。お前相変わらず顔面面白いな。おめえも面白いよ。なんでお揃いの T シャツ着ちゃってんのよ。意外と、なんだよ、どうす、どうしたいの、キリコさんは、つかさんを。振ったじゃん、この前。同じ服着てんな、おい。振ったじゃない、なんでライトだからかすんだよ、ヘルメットで。つかさんは、相当昇進で、ほら、見てみ、ヒゲ伸びてるからね。ちょっと私の席だよって言われてる人に、キリコさん。そこ私が座ってるべき席なんだけどって。二人はなんでその首になんかいつもつけてんの、その。爆発するやつ。ジェンは困ってるよ、きっと。ジェンは困ってる。なんか顔面の面白い二人が急に来て。いや、なんなの。照らすな、照らすな。あ、なるほどね。チューチューしようって。どっちに、塚さんはどっちにやってんのそれ。ちょっと待って、見るから。ハートの行方を見るから。どっちにやってんのか。真ん中だなぁ。どっちかって、あ、もらいに行った、もらいに行った、キーコさんが。
寝るんかい寝るんかい何なんだよ何なんだよ、どうすんの塚さん、どうすんの、ね、あれ塚さん、これもしかしてあれじゃないのこれこれさ、あのキイコさん、これ肉食系女子だからさ、あの結構欲しがりだから、あ、どうした、どうする、どうする、どうするの、それどうすんの、もうこれ いけんじゃないキイコさん、いけるよこれ、キイコさんじゃない、塚さん、これいけるよ、なんでやめて、塚さん、道具使わない、道具使わないで道具使わないでよ、自分自身で勝負してくれごめんなさい、映せません、もう映せません、ジェンもほら困ってるよ、自分のベッドで追っ始めやがったからそりゃそうだ、道具使われて、いきなり、なんでそんな道具持ってんだよ本当にさあれ終わった、もう早いねあ、もう満足したのかな、でも彼はたくさんの困難を乗り越えてこの集団をまとめてるのよ、あのさ、もう行っていいかな どこまでか、あの終了したタイミング教えて、コントが終了したタイミングすまんけどコント終了したタイミング教えてね、どうしたの、ことを終えた後、あーもう賢者タイムだ、二人ともダメだもんあーもう行くよ私二人とも賢者タイムです、はい、どうやらあの道具使ってもらって満足したみたいですねなんであんなの用意してたの、打ち合わせしてんのかな、二人で打ち合わせしてる、もしかしてなんかさちょっとなんであんなに息が合うんだろう彼らは腹立つな、クソ、なんだよ、ま、ずっと面白いじゃんずっと面白いじゃん2人クソ、なんだよ、早う行きなさいってなんだよ賢者タイムだな2人、なんなんあのもう終わったから帰れよみたいな腹立つな、なんだよチクショなんだよ、もうなん見せつけられたと、もうことが済んだらもうさっさと帰ってくれないみたいなさ、空気出された、何を使われると全くわからない意味不明だチクショ、面白いなチクショはあ、もう全然ストーリー入ってこなくなるよこの後、どこ行けって言われてたとは思わなかったからちょっとほんとびっくりして、また双眼鏡で見るだけな、見るだけなのはやっぱりニートのあのおじさんだけなんだね、うん、あの若者はちょっとさ、いや出てくんじゃねえあっちげえの出てきちゃったちげえやつ出てきちゃったな、なんなのこいつめっちゃ目クリックリしてるいやいや怖い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 、なんなのピープイズライフ流行ってんのかなくそくそ、なんだこいつらハートじゃねえんだよ揃うな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 行かなきゃ、あーもう行かなきゃ、リベーターを手に入れに行かなきゃダメだ、私のホールアウトがおかしくなってるなんかあれだね、塚さんとかキイコさんとはさ全然ベクトルの違う変態来ちゃったな、びっくりした俺あっちの方が苦手だわ、ボッツさんの顔の方がね苦手俺
もう本当にちょっとね、あのちょっと引いてしまってんのよあの可愛い顔した変態はね、本当に俺苦手だわ。なんかね、あのほんガチの恐怖を感じるいやー、ベクトルの違うのいたな。なんか天使の輪っか、お手製の天使の輪っか頭に乗せててさあ、自分のこと可愛いっていうタイプのやつだな、あれな、うん、自分に多分ニックネームある、うん、でこう呼んでみたいなの押し付けてくるタイプの変態だわ。怖え怖えなもうボッツさんもなんか関わってこられたらもうどうしたらいいんだろうあー疲れた何もしてねえのに疲れたわ。はあいや、なんか追っかけてきたんかと思ったよ、塚さんかキーコさんかどっちかがね。そしたらベクトルの違う変態だったからさ、あれ違うって思ってしかもあのなんかつぶらな瞳でさ、にじり寄ってくるからさ本当俺もうちょっと本当怖くて逃げちゃった本当に怖くて逃げちゃったね。はーい、あのタイプ本当ダメだな。いるなあれいるな、見えてきたよそこだよって教えてくれてんのかな、もしかして。じゃあ行こうか、そこにいるんだと。どうしたここで、あの先にいるってことなの？武器も持たずに。やめろよ、電動ドリル出すな私は必要ないんですよ来ちゃった、なんでにじり寄ってくんだよ二人でいやマジでやべえなあいつらあー怖いごめんなさい、ここにいるの？いやここもう範囲外だしな、ちょっと戻りたくねえなこっちの様子見てんなハハハハハ、いやー何だろうな、いつきさんもいるなあそこに。いつきさん逃げていつきさん逃げて逃げてダメよ、食べられちゃうよ怖い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 ああごめんごめん、俺もう行くわごめんね、いつきさんごめん犠牲になってくれこ怖い、ああ逃げてきた、よかった、大丈夫だね、バレてないみたいだダメだよ、いつきさん、あれに関わっちゃダメ変態だから、電動ドリルをね、あのデリケートな部分に突っ込んでくれるやつやらだからってあのね、あそこにいちゃダメだよ、うん、思ったよりもえぐい変態だからね、あれね想像の斜め上行ってると思うから、本当に興味本位で近づくとね、えらい怪我するからね、それよ前じゃねえんだよ、問題 してんのはスコーチとかグールじゃねえんだよ、フォールアウト、このアパレイチアで一番危険なのは変態だよ、人間、あの正気を保った変態だよ
一番やべえんだから。ああの中にいたかもしれないね、うん、あれこっち気づいてる、あれこっちのこと気づいてんのかな、あれこっち見てんだ気づかれているあー逃げないとダメだ、あー来てる来てる、あいつら感知能力高えな。ピープイズライフ、いやマジでグールとかさ、スコーチなんぞよりもさ相当怖いよ。あ、こっち来いって、あ、教えてくれてんだね。顔の可愛い変態が教えてくれたわ。あ、ここにいいんだと。あ、ロボいるよ。あ、ちょっと待って、敵じゃん。こっちにいると。ちょっと待って待って、どこにいるんよ。あ、上にいる。どこから撃ってきたぞ。あ、いた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 。これですよ。ありがとうありがとう。顔の可愛い変態結構優しいな。あ、私のただの固定観念ごめんだけどさ、あの直視できないごめんごめん、いや親切なんだけど、すごい親切でいい人なんだけど、顔面直視できないわ、ごめん。ありがとう。ごめんね、なんかちょっとあのそぽ向きながらでごめんだけど、ありがとう。すげえ感謝している。うん、ありがとうね。ああ。いやどうしたの？どうしたの？自分よりちょっと面白めの顔の子出てきちゃったから、ちょっとシュンとしてんのかな顔面面白いの俺の面白いやつなのにってよポップコーン食べてるやつ期待の新人ポップコーン食べてるよ、つかさ全然気にしてない感じ腹立つね、これ。こういう後輩出てきたらね、うん、どうしたんですか先輩、うん、助けておきました、あのマチルダっていう女助けておきましたなんかリベリーターがいるって言うんで、うん、いやお前そういうことじゃねえんだよ、チルダさんが求めてんのそういうことじゃねえんだよ、お前もっと面白があんだろ、面白があんだろ、笑ってんじゃねえあ、ダメ、こいつ画面面白いってなってるすいません、落ち着いてください先輩、違うんです、面白い顔に生まれたくて面白い顔だけじゃないんです落ち着いてください先輩、いやお前画面面白すぎるな俺かなわねえわっつってあ、いいなこの先輩後輩違うんです、ちょっと頭のちょっと悪そうな後輩ねダメ面白すぎるこの二人面白すぎるな今日お前もっとさ空気読めよ、もっと取れなかったもんがあんだよ、配信者っていうのはさ、あのさクエストがさ、あのスムーズに進めばいいわけじゃないの、わかる、途中の面白が必要なのよ、それを提供してるわけ俺ら、ピープザライフは分かんねえかなお前さ、まだ入ったばかりだからまだ分かんねえと思うけど、面白い顔だけで入ってきたお前だからさ、うん、そういうのもちょっとね今後は身につけていかなきゃダメだよお前さ、
顔だけで勝負してんじゃねえよ、演出だよ。すいません先輩、自分ちょっとそういうのよく分かってなくて顔だけで勝負しました。すいませんでした、気をつけます。分かってくれたらいいんだけどさ、まあでも良かったよ、あの二人でにじり寄っていくくだりはね、そこは面白かったと思うんだ。でもさ、クエスト手伝っちゃダメだろお前、もっとこの街中でうちらがマチルダ追いかけるみたいなくだりはもうちょっとできたろ。いやでも俺ちょっとそういうの分かんなくて、そういうとこなんだよな、学んでほしいのがさ、キコさんとか俺からもうちょっと勉強してとか。すいません先輩、これから頑張ります。まずお前このドリル1個持ってみ。違うから、ドリル1個で違うから。勝手にアテレコしちゃったけどごめんね。あー面白いね君たち。もう行くよ。もう十分取れたかもらえたから行くね。ありがとう。ああもう胃が痛い。腹筋じゃなくてもう胃が痛い。ああリベレーターと戻る。ありがとうな、本当ありがとうね。はあ疲れるな。楽しいけど楽しすぎて疲れるな。ああちょっと待って、なんか暴れてんなこれ。あアサルトロンだ。俺なんかヒーローが来たよ。ヒーロー来たよ。ミサイル持ったヒーロー来た。あ追われてる。追われてる、モグラに追われてるよヒーロー。ちょっと待って、どこ行った、あのリベレーター、うちのリベレーターどこ行った。俺どこ行った、向こうだな、ヒーローたち向こうだ、そっちじゃないよヒーロー。来た英雄現るだな、あそこに。ただすげえミサイル持ったニート、すげえ武器持ったニート来たな。施設に入るあれだ、後ろ頼むぞニート、ニートとエンジェル。あこれだ、ザ・ディー、上で爆発音が聞こえるってこと。あちょっと待って、いるな、え入ってこれんのこれ。ヒーロー入ってこれんの、いるな、いい戦いっぷりだ。やれたか、いやまだ来るぞ、まだ共産党、あ司令官来た、共産党の司令官が来たぞ。潰せた。ヒーローが今言ってくれてるね、我々はヒーローの後を追いかけていこう。あれがコードネームニート、そしてこっちコードネームエンジェル。People is life、PIL の人たちですね、こっちも PIL の人、こっちは違う、あの PIL 被害者の会の代表。なぜか今回は助けてくれてます。おヒーローたち片付けてくれてたんだね、ありがとう、
こっちがエージェントニート。こっちエージェントエンジェル。PIL の人たちですね。People is life。覗きこそ我が人生を掲げている人たちですね。これはなんだ。ちょっと待って大阪のおばちゃんじゃねえかよ大阪のおばちゃんじゃねえかよ。これなんだよ、それ何そのコスチューム、それ何なの、鎧。大阪のおばちゃんみてえな鎧だな、カントカの髪型したあとあのすまし顔全部が腹立つわいや、エージェント関西エージェント関西、あ、エージェントエンジェル来たよ寄ってきやがるおエージェントが集まってきたな、来たるべき戦いになんかちょっとかっこいいし腹立つなおエージェントエンジェル来たぞ、エージェントニートどこ行ったエージェントニートもう寝たかな、カメラだあ、撮影部隊ですねあれはエージェント関西は今撮影しに行ってますよ、あ、先に撮りに行こうか、ちょっと待って、うまくみんな映るところ撮るから、落ち着いてエンジェル落ち着いて、あのどこで撮ったらいいか分かんないから行くよ、よし撮れたうん、いいね、よし、ありがとうみんないいスクショ撮れたよいやーありがとう、エージェントたちありがとう、エージェントケンナオコじゃないこれこれあ、これエージェントケンナオコだよねおもしれえ顔してんなあ、くっそー、エージェントナオコ来たわ, 笑ってんじゃねえよ、どんぐりの背比べなんだよ全員すげえおっぱいとんがってんなこの人エージェントケンはすげえおっぱいとんがってるねロケットおっぱいですね、完全な、すごいねはいよ行きなさいありがとうエージェント関西クエストに戻る。たまに見せんだよな賢者タイムフフフ、面白いチームできたな、チームピープリーズライブダメだ、もう彼らの存在が面白いからもう
戻ったところでくっそダメだ、物語が全然入ってこないいるなあそこに。おお、助けてくれんのかな。PIL の人たちが助けてくれるぞこれは。あ、これだ。